おはよう、アサヒ。ちょっと借りるわね。さっぱらから何やってんだ。おはよう、アンケ。そういえば、葵は来ないんだな。はい、シュシュ。ごめんなさい。何でしたっけ。え、その、さっき言いかけたこと。あ、いや、なんでもない。そうですか。葵、サンクス。こんな感じでしょうか。おお、うまいな。ああ、待っててって言ったのに。それ貸して。感じ。私だって。アメリアさん。はい、文句言わない。なあ、アメリアちゃんどうしたんだ。ちょっと朝からケチャップの大食いよな。なんだそりゃ。ま、いろいろあるんだよ。リステルさんはできるかしら。任せてください。できました。正解。はい。ではアービングさん。できたわ。あのアービングさん、間違ってますよ。なんて冗談冗談。いやー、テスト嫌い。漢字苦手じゃないでしょ。そういう問題じゃない。テストって聞くだけでちょっと気持ちが沈みますよね。まあ、この私にかかればテストなんて楽勝だけどね。それより朝日、一緒にランチっていない。来週もまた見てちょうだいね。じゃんけんぽん。今日も。おい、アメリア。なっ。できた。ついにじゃんけんで必ず勝つ方法を編み出したの。さあ、私とじゃんけんで勝負よ。僕は。なるほど、だ、わかるわ。勝っても OK よ。勝ったらいくわよ。じゃんけん。私のプリン。いや、そんなんされたら食えねえよ。ふーん、なんだよ。いや、思ったより楽しそうにやってんだなって安心してんだよ。俺は別に付き合い。あ、あれ、そういや俺、葵に好物の話なんてしたことあったっけ。ねえ、アーサヒ、遊ぼうよ。そういえばアメリアは。さっきから見かけないわね。アメリアさんなら夕食の後すぐお部屋に戻りましたよ。これは何よ。あ、おい、何妙なこと口走って。なんだこれ、漢字の勉強。使いこなせないなんて。あの、私だってあんたの国の言葉ちゃんと使いこなせるようになりたいじゃん。明日の放課後時間あるか。ザ、これやってみろ。できた。お前な、この回答はなんだ。じゃあ次こっちやってみ。できたか。もうなんで偏った字は書けるのに簡単なのがダメなんだよ。そんなの私が聞きたいわよ。漢字書けるようになりたいんだろ。じゃーん、今日はデザートにプリン買ってきちゃいました。アメリアちゃん、プリン好きでしょ。あれ、アメリアちゃんは。あいつまたこんな時間まで。あ、アナログ、大切にする。何渡したの。アサヒさんと何してる。男女二人。ドアオープン。ではそのプリン食べるかなって。よし。へえ、あら、いかつい。これはどう。いかついな。お、今日の弁当はなんだ。ガッデム、ネームよりオムライス。てめえ、ハートの部分よこせ。やめろ、崩れるだろ。